渋谷海は、ロンブロン諸島を囲む海域渋谷島渋谷海は、フィリピン海の一部に含まれる、フィリピン中央部にある、小さな海域で、フィリピン北部のルソン島及びその周辺島諸島、フィリピン中部のビサヤ諸島とを分けている海である。南は、パナイ島、西は、ミンドロ島、東は、マスバテ島、北は、ルソン島のビコル半島に囲まれている。 渋谷海中央部には、ロンブロン島、タブラス島、渋谷島などからなる、ロンブロン諸島が浮かび、ロンブロン州を形成している。太平洋戦争中の1944年10月24日、フィリピン奪還を目指しレーテ島に迫るアメリカ軍と、これを阻止する日本軍の間で行われた決戦、レーテ沖海戦の初戦で、ブルネイからレーテに向かう日本艦隊と、 フィリピン諸島内に展開したアメリカ艦隊が最初にこの海域で衝突した。これを渋谷海海戦という。戦艦武蔵はこの時渋谷海に沈没したが、正確な沈没位置などはわかっていなかった。沈没からおよそ70年後の2015年3月3日、マイクロソフトの共同創業者であるポールアレンは、自らが率いる海洋調査プロジェクトが、 渋谷海の水深1000メートルの海底にて武蔵しの船体を発見したとツイッター上で発表し、2枚の写真を投稿した。ありがとうございます。